こんにちは。今日はこういう卓上での撮影に便利なミニ三脚をご紹介したいと思います。自分は今までこういうオーソドックスなタイプの三脚をまあ使ってたわけですけど、これそれでもですね、100均のと違ってこう2段階に伸びるんで結構重宝してたんですよね。100均のって1段階しか伸びないじゃないですか。例えばこれスマホの100均のフォルダーですけど、ここまでなんですよね、100均の三脚って。それが、これはこう2段階伸びるということでかなり重宝してました。あと100均昔使ってたんですけど、100均のこのミニ三脚、まあ1段しか伸びないっていうことと、もう一つはとにかくこのお皿が割れてしまうということがあって、2つぐらいもう割っちゃいましたけど、あんまり強く締めてないのに使ってるとすぐ割れる。で、この三脚はですね、実はもう1年半ぐらい前、2019年の11月の頭に台湾に行った時に三脚持ってくの忘れちゃって、慌てて現地で買ったものなんですよね。当時現地の価格で300元ぐらい。ですから大体1000円ちょっとぐらいしましたんで、100均とはもう物が全然違います。で、これはもうとにかく毎日毎日今使っていても、このお皿が未だに割れてませんから、これどうやら金属製ですね。100均のはこれが樹脂製ですぐ割れちゃうということなんですが、プラス2段階伸びるのですごく便利に使ってたんですが、残念ながら今回このお皿が割れる前に足が抜けて落ちちゃいました。で、これもだいぶ緩くなってて、もう限度かなと思ったらつい先日落っこってしまったので、今回新しいものを買ったということです。ということで、今回買ったのはじゃん、この三脚です。メーカーはこれ、ウランジって言うんですかね。まあ、読み方がウランジなのかどうか、これ、漢字で調べてみたら、U に、カゴの子供と書いて、ヨランツが多分、正式な読み方だと思いますけど、まあまあ、そのままこれをローマ字で読めば、ウランジということになるんだと思います。で、今回はこの三脚と、さらにそれ用のスマホのホルダーも一緒に手に入れました。で、三脚の方が MT16 という型番です。で、スマホのホルダーが ST03 という型番のものですね。では、早速中を開けて見ていこうと思います。まずはじゃあ三脚から。まあ、こういうものです。で、一緒に、こんな、まあ、カードと、あと、よく中華でありがちなステッカーも一緒に入ってます。まあ、これ多分貼る場所がないんで貼らないと思いますけど。これらはちょっと片付けましょう。ということで、まずは三脚です。で、もう一つが、スマホのホルダーですね。これも開けてみます。あ、なんか、発泡の結構いいホルダーに入ってますね。アルミ削り出しの、こんなホルダーです。では、それぞれの商品を見ていきましょう。まずは三脚からですね。足開いてみます。あ、カチッと音がしましたね。あ、これなるほど。これですね、わかるでしょうかね。ここの足のこの部分。足のこの部分に、多分これ、この大きさで結構強力な磁石が入ってます。おそらくネオジム磁石でしょうね。3箇所とも入っているので、閉じた時にマグネット同士がくっついて開きにくくなっているということです。でもマグネットですから少し力込めればすぐ開きます。あと、この部分に MT16 のロゴが入っています。安定性はどうでしょうね。ちょっとさすがに開くのが少し磁石が強いんで難儀しますけど。
あ、かなりしっかりしてますね。ただやっぱりこう揺らすと、まあ、若干プラスチックの弱さのようなものを感じますけど、まあそれでも十分しっかりしてるんじゃないでしょうか。まあ、グリップにはちゃんとゴムがついていますので、握った時の滑り止めにもなっていますね。なかなかいい作りだと思います。それから、まあ、よくありがちなこのボール自由運台ですね。ですのでネジを緩めれば自由に回ります。さらにこのロゴの上にある溝に合わせれば90度曲げることもできます。動きがですね、ネジ緩めていても完全にグラグラになるわけではなくて、結構こうしっくりした感じで、これもなかなかいい作りだと思います。それから地味にこれいいなと思ったのはこのネジですね。こういう安いタイプって、このお皿回してもこれネジが回ってるわけではなくて、あくまでもネジ込みが緩い時にお皿で少し締めてあげるっていう感じのお皿なんですけど、カメラをつける時にはもうこのネジに合わせてカメラをぐるぐる回す、もしくは三脚をぐるぐる回してネジ込むしかないということなんですが、これはこのネジは下のこの円盤を回すことで動いてくれますので、カメラと三脚は固定したままでぐるぐる回してあげれば閉まるということで、これ結構ポイント高いと思います。さらにもう一つポイントは、ここにコールドシューがついてるんですよ。ですので、僕は持ってませんけど、マイクとかライトとか、ここに取り付けてカメラ側に同じ向きにセットすることができるというのも、これ結構ポイントかなと思います。で、このメーカーのこのミニ三脚のシリーズは、どうやらなんかパッと見ると3種類ぐらいあって、これの1個下が MT-08 で、これが MT-16 で、その上に MT-34 だったかなっていうのがあるんですね。で、それぞれ伸びる長さが違っていて、これ実は伸びます。そのまま引っ張ると、この MT-16 は最長で下から上までで44センチになるというものです。そこそこ高さが稼げるんでいいなと思います。今回ですね、実は MT34 の方がちょっと安くて、そっちと迷ったんですけど、MT34 って80センチぐらいまで伸びるんですよ。で、まあ多分それだとそもそも不安定になっちゃって使いづらいだろうし、もしかしたらちょっと弱いんじゃないかなっていうのもあってですね、そこまで必要はない。プラスあとこの16にはこのコールドシューがついてると。いうこともポイントで、今回は MT16 を買いました。下から上までで44センチのタイプです。この伸縮も、まあ、ロック機構があるわけではないんですけど、そこそここうしっかりとしてますので、まあ、しばらくは大丈夫かなと思います。だいたいこういうやつってロックがついてないのは、まあ、いずれ削れてですね、ゆるゆるになってきちゃう。まあ、それがいつ来るかなというところだけがちょっと怖いところかもしれません。さらに、この MT16、思いのほか軽いです。見た目の図体のデカさからしたら思いのほか軽い。まあ、プラスチックだから軽い。まあ、イコール、もしかしたら弱いかもしれないっていう心配はありますが、これ持ち運ぶのには全然苦になりません。ただ、とにかく、まあ、図体がでかいので、今までこちらをカバンに入れてたことを考えると、ちょっとさすがに、持ち運ぶのには邪魔になるかもしれないなと思いつつ、まあ、でもしっかりグリップできると、伸びも当然高い。今までのと比べてみましょうか。この高さと、もう一本足なくなっちゃってますけど、この高さですから。今までのに比べて、10センチ、15センチはないですかね。まあ10センチちょっとぐらい、高いところからの撮影が可能になるということで、まあ、今回それもこの商品を買った一つのポイントです。さて、これカメラつけて伸ばした時の安定性もちょっと見てみようと思います。私がいつも使っているのは GoPro Hero 9 Black。 あとメディアモジュラーもついているのでちょっとごついです。簡単につきました。安定してます。どうでしょう。全く問題なく安定してますね。このまま90度倒しても、あ、心配ありません。ちゃんとこれ、おそらくですけど、
そうですね、軸回らないようになってますので、この90度倒す溝の部分の延長上にちゃんと足が出てるということなので、そちらに倒してもしっかりこの足が支えてくれるということで全く不安がないですね。ちゃんと考えて作ってんだと思います。ここは、はい、まずは MT16 ミニ三脚をご紹介しました。では続いてスマホホルダーも見ていこうと思います。 ST03 ですね。まあ、何せこの商品のポイントは収納するときに完全に平らになるということです。これかなりポイント高いと思います。これならカバンにポイッと入れられます。ただアルミ合金製なので重量は結構あります。この2つあんまり変わんないんじゃないかっちぐらい重量感あります。そうは言ってもアルミ製金属製ですので剛性はもう申し分ないですね。この程度の重量だったらまあ持って運んでもいいかなというふうに思います。で、使うときどうするかっていうと、使うときはこのスマホを挟むための爪を上げて、よくある100均のもそうですけど、これバネでこうやって引っ張って挟むタイプ、正直ちょっと私これあんまり好きじゃなかったんですよ。比較的でかいスマホ持っちゃうと挟むの大変だなと思って、いずれ壊れそうな気がしてちょっとあんまり好きじゃなかったんですが、この子はですねネジで挟むタイプなので、ちょっといろんな種類のスマホを何台も持っていて挟み直すのは大変かもしれませんが、一度セットしてしまえばあとは挟むだけということですので、まあ、だいぶ使いやすいと思います。しっかり止まりますしね。では実際にスマホを挟んでみましょうか。私のスマホ、まあ、これエッセンシャルフォンって言います。あんまりまあ持ってる人いないかもしれませんけどね。これで今6インチ弱ぐらいのサイズだったと思います。では挟んでみようと思います。まずだいたいスマホの幅に合わせてネジを開いておいて、このまま挟みますね。これ他のやつでもそうですけど、ボタンに干渉しないように気づかのめんどくさいですよね。ボタンを押さないように、で少し強めに挟んであげれば、まあしっかりしてますね。もう何の心配もいりません。ちゃんとスマホを挟む部分にはゴムがついていますので、スマホを傷つける心配もありません。で、じゃあこれミニ三脚につけてみようと思います。底面に4分の1インチのカメラ用のネジがあります。ここを合わせて、この時やっぱり助かりますね。これこの三脚下のネジが回りますから、もう全く心配ないですね。バネだとちょっとおっかないと思いますけどね。で、このまま開いて安定するということです。今回このスマホのホルダー赤を選択したんですけど、メーカーが同じなだけにこの中のボールの部分と色合いが同じでいいですね。これちょっとお気に入りです。それからあとこれポイントがもうあと2つあってですね、こんなに小さくてシンプルなのに上の爪を上げてスマホをホールドできるようにしたときに、実はこの部分に爪があって、これ実はコールドシューになってるんですね。ステルス的に表から全くわからない形でコールドシューになっているというのがまず1点目。それから2点目は今度下の爪を上げたときに、ここに切り欠きが両側に入ってます。この切り欠き何かっていうと、いわゆるアルカスイスっていうタイプの、こうカチャッと爪で引っ掛ける三脚に止められるあの仕組みですね。それも実はこれついていますので、普通にこの4分の1インチのネジで止めるだけではなくて、アルカスイスでも固定できる。さらに、このホルダーそのものにコールドシューがあって、マイクとかライトとか、取り付けられるというスクリーンになっています。これはちょっとパッと見わからないけどすごいんじゃないかなと思います。 ST03 なかなかやるなという感じですね。はい、ということで今回ウランジヨーランツーかな、ちょっと
ちゃんとした呼び方わかりませんけど、このメーカーのミニ三脚とスマホホルダーご紹介しました。三脚ってですね、あまりお金かけたくない、まあ、私もプロ YouTuber ではなくてお金稼いでませんので、こんなとこにあんまりお金かけたくない、でもちょっとしっかりしたものが欲しいという時に、今回この値段だったらまあ出せるかなということでチョイスしましたが、まあまあいい選択だったかなというふうに思います。皆さんもぜひ三脚手に入れようかなと思ったら選択肢の一つにしてみてはいかがでしょうか。はい、というわけで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。